京成電鉄はきょう成田スカイアクセス線を走る新しい車両3100型を公開しました車体には成田空港のシンボルである飛行機と富士山やスカイツリーなど沿線の観光名所をあしらいましたオレンジ色を基調とした車内にはこんな工夫も座席の一部が折りたため スーツケース置き場になるのです。大きな荷物を持った観光客への気配りです。この3100型は今月中をめどに導入される予定です。